皆さんおはようございます。ロサンゼルスで114年の歴史を誇るラフ新報、そのラフ新報は一時噂がありまして廃刊するのではないかということも聞きました。しかしながら1月1日からちゃんと発行もしておりまして、そして一番びっくりしました、私にとってびっくりしましたのは、昔の私の存じ上げる編集長の長島さんが戻ってまいりました。そのニュースを聞きまして早速スタジオの方へお越しいただきまして、長島さんの今後のラフ新報さんとの関わり合い、そしてラフ新報をどういうふうに展開展望を持っていかれるかを、その話を伺いたいと思います。長島さん、ナイストゥミーチュー。ナイストゥミーチュー。お久しぶりでございます。そうですね、どうも、本当に本当にしばらくぶりです ね、どうしてまたラフ新報に再度戻ることに気になりましたか？単純な話なんですけれども、はい、ラフ新報私、辞めたのが2007年。もう10年以上も。はい、もうちょうど10年前になりますけどね。はい、で、ちょっと健康上の理由で、辞めたんですけれども、その後、いろんなフリーランスの、ライターとか、他にいろいろな仕事もしてたんですけれども、ちょうど一つ契約というか大きな仕事が一つあって、それが、ちょうど切れた時だったんですね。それで次に何をしようかなと思ってた時なんですけれども、ちょうど声がかかって、広告の人間を探しているということで、で、ラフ新報がちょっと厳しい状況だということは、去年ですね、去年の3月の時点で、社長が、駒井社長が社告を打って、で、ひょっとしたら、去年の12月いっぱいで廃刊っていうね、そうですね、噂が流れてましたものね、そうですね、なる可能性があるということで、いろいろ気にはなってたんですけれども、結構長いことお世話になった会社ですから、で、ちょうどそういうタイミングがあって、じゃあ申し上げるように仕事探した時でもあったし、じゃあお手伝いさせていただきましょうということで戻らせていただきました。でも私の印象の中の長島さんって書く方ですよね、編集長でもあるので記事を書いたり人をインタビューしたりして、今度のお仕事は営業となりますと、どっちかといえば全然畑違いのお仕事かと思いますけれども、いかがでしょう？そうですね、基本的には、なんていうんですか、編集、取材ですよね、原稿を書くということと、広告をいただくということと、ちょっと共通した部分があるかなと思ってるんですね。普通書くとみんな喜んで、はいはい、長島さんって言って、営業って何しに来たの、ってこんな感じが受けますよね。やはり原稿を書くときというのはやはり取材をしますよね、インタビューをしたりもしますけれども、でそういう中でやっぱりその方、インタビューだったらばインタビューしている相手の方が、何を言いたいのかということですよね。でそのところまでこう、なんていうんですか、突き当たるまでというのがやっぱり一つのプロセスあると思うんですけれども、やっぱり一つのことを聞き出すというか、お聞きしようと思ったらば、前もってやっぱりいろいろその方について調べなきゃいけないし、でその方がどういう状況なのか、で何が言いたいのかということをある程度こう、狙いをつけまして、で少なくともやっぱり20ぐらいの質問を用意してですね、で、取材に出かける。それは、インタビュー、人をインタビューする時でもそうですし、あるいは一つの団体、組織、会社にしてもそうだと思うんですけども、会社だったら会社、今の会社、取材しようとしている会社がどういう状況にあるのか、で例えばこれからその会社が発展していこうとするときに何が必要なのかみたいなことをある程度前もって調べておいて、それでその会社の取材に行くというようなことがあると思うんですね。で、営業もやはりそういうところがありまして、ただ行って広告ください、じゃあ絶対にこれはもらえません、すぐもうお帰りくださいって言われますよね。はい、
で、まあ、私ちょっと日本式なのかもしれないけれども、はい、まあ、やっぱり最初から広告の話を持っていくというよりは何回か通って、まあ、やっぱり顔をつないでおいて、まあ、新聞を持ってったりとかですね、ご挨拶をすると。でそういう中でやっぱりこういろんなことをこう調べていくというか聞いていくというか知っていく。でそういう中でこの会社が、まあ、会社だったら会社ですね、あのこれから発展していくためにはどういう、まあ、広告を展開していったらばいいのかということですよね。そういうことをある程度その会社のためにね、はい、そうですね、はい、やっぱり会社があの反映してもらうために、そうですよね、はい、でそうなれば広告ももっと出してくれるようになるでしょうからね。そうですね、はい、そういうことでやはりあのその会社だったら会社の状況というのを調べた上で、うん、それで、ね、どういう広告だったらば一番効果的な、うん、あの事業展開につなげることができるのかということをある程度やっぱり調べてから、うん、広告を の話をあのさせていただくというようなことになっていくと思うんですね。まあ、その広告っていうのはその会社にとってさらに社業がこうもっともっとこう発展していけるような、ただそのはいお金出せ、いくら広告出してくださいじゃなくて、はい、やっぱりその長嶋さんの立場から見て会社のために何かこうもっともっとさらにいいことができないか、ね、ということを考えるのがやっぱり、ね、やっぱ営業ですよ ね、 すね、はい、当たり前ですけれども、まあ、それは特性かもしれませんけどね、いやそれがね、なかなか難しいんですよ、だってあの喜んで会ってくださる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、事前に調べていったらあの門前払いの時もありますしね、やっぱりその営業って辛いと思います。あの一言営業って言えばですね、もうそうやってねいろんな方とお会いできるし、あのそういう楽しみっていうのはありますよね。そうですね、確かに視野が広くなりますよ ね、 そうですよね、自分の知らない業界の話とか会社の話とか人の話とか、そういう意味では長嶋さん楽しみですね。そうですね、まあ、私自身やっぱり、うん、今まで取材でこうなんていうんですか、お会いしてきた方というのがやっぱりある程度限られてた部分があるかなという気もしてるんですね。で今度は営業ということになると、うん、もうそれは限りなく広がったみたいなところがあって、で、まあ、企業ですよね、やっぱり、まあ、一つ考えているのはやっぱりその企業の紹介、まあ、これ記事とやはり密接に関連してくると思うんですけれども、まあ、あの私たまたま昔やっぱり書いていたということがあるものですから、ただまあ広告だけではなくて、まあ、ひょっとしたら記事の方でもちょっとお手伝いさせていただくということで、で、まあ、あの例えば会社訪問みたいな感じでですね、いいですね、で、まあ、いろんな会社、はい、まあ、これはこれあの大きな会社からそれこそ個人で企業を立ち上げたような方も含めてですね、そういう企業訪問みたいなコーナーを作って、でずっと、まあ、これはすぐに広告に結びつかないかもしれないけれども、まあ、紙面の中でそういうあのページを作ってですね、でやはりあの企業ヤフシンポをちゃんと見てますよ、あのいろいろと情報いただければ助かります、こちらの方としても記事として取り上げさせていただきますというような感じで、いろいろとそういうあのページを新しく作ってですね、で新しいやっぱりあのラフ新報にしていくということだと思います、はい、まあ、地道に一歩ずつ着実に、まあ、長い長い道のりかもしれませんけれども、その気持ちがあれば私は成功できると思いますね、長嶋さんですから、まあ、あのなんかやっぱり新しいことをあのしていこうということ で、 そうですね、はい、今年、まあ、あのそうですか、出発してますので、そうですか、はい、長嶋さんコマーシャルの後また引き続きお願いいたします。はい、ございます。長嶋さん、お尋ねしにくいお話ですけれども、はい、ある例えば A 社へ電話して今から参りますけれども、もしこういう答えが戻ってきましたら、あら、ラフ新報さんも拝観したじゃないですかとか、そういうネガティブなイメージが返ってきましたら、まず長嶋さんの方はどういうふうに？もちろんあの続けて発行させていただいてますということで、あのまずはお話ししますね。それで、チャンスがあれば一度ご覧になっていただければということで、あ、なるほどね、 とてもそれはあのいいチャンスだと思います。そうですね、で今度一度お持ちしますので、ぜひそれをご覧になってください、はい、ということであのお伺いしたいと思いますね、はいはい、あの今あの
ご存知のようにいろんなローカルの無料紙も一社ずつ消えていきますよね、はいはい、でその中で羅夫新報さんはもう114年の歴史もあって、その重い、その重たいって重いというかヘビーなね、その歴史を背負って、これからまた過去の114年と違った意味の Maybe another 114年があるかもしれません。でそれは長嶋さんはどういうふうに羅夫新報さんのことを考えていらっしゃるんですか。結構難しい質問かもしれませんけどね。まあ、羅夫新報今まで、一応というかコミュニティに根付いた新聞ということ で、ね、ずっと続けてきて、でそうですね、もうやっぱり20年30年ぐらい前からになりますでしょうか。やはりいろんな無料紙の発行が始まって、そういう時代ありましたね、でやはり、まあ、広告の面で、かなりやはり羅夫新報の方の広告が、まあ、減っていったというような状況があったと思うんですね。でそういう中でやっぱりこういろいろ窮状、苦しい状況がずっと続いていて、で、まあ、そういう状況があったもんですから、去年の3月に長社長の方がまあ、コミュニティの団体に行っても説明しましたし、あと社国でも紙面できちっと、まあ、説明して、そうですか、はい、でその中で一応、まあ、金額的に言いますと、まあ5万ドルですか、50万ドルだったかな、結局、このままの状況でいくと、12月いっぱいでプリントの新聞は廃刊にしなきゃいけないかもしれないと。でそのためにはオンラインの方の新聞、500人でしたかね、購読いただければ続けていけますということで、それからちょっとキャンペーンが始まったんですね、うんうんうん、でおかげさまでやはり、まあ、伝統歴史がある新聞ということで、コミュニティの方々のサポートがかなりありまして、それでなんかイベントの時にね、いろいろそういうボランティアの方が手伝ってくださって、それで購読の申し込みやなんかをしてくださったんですよ。それで一応かなり目処が立ってきた。でそういう中で、まあ、ボランティアで手伝ってくれていた方の中の2人の方がですね、もっとやっぱりこう経営の面で、なぜか立て直しのためにお手伝いできないかということで手伝っていただいて、まあ、その2人の方が、まあ、かなり中心になって今いろいろと立て直しのために動いているという状況ですけどね。そうですか、はい、いや長嶋さん、確かに今さっきおっしゃったそのインターネットでいろんな情報、ニュースも LA タイムズからも何でもかも見られますけれども、はい、でも正直な話多すぎて私の場合はなかなかそこまでいかないんですよね、うんうん、ところが目の前に羅夫新報がそこに置いてあるっていうことは、ちょっとの間5分でも10分でも手に取ってパラパラパラっとこう読める、はい、そういう意味ではいくらそのインターネットが発達していてもですよ、私は、まあ、私も古い人間ですから、やっぱり目の前にその新聞雑誌があるとね、とっても安心ができますの、うん、そうですね、どうでしょう。ありがとうございます全くそうですね。やっぱりインターネットの場合は、まあ、私これよく言うんですけれども、点なんですね。だから自分があらかじめ何を見たいかというのが、何を読みたいかという目的があって、で その目的のところにまっすぐ行けるというのがインターネットの、まあ、新聞であり記事であるんだけれども、新聞の場合には全体を見れるんですね。何が今起こっているか、ここでは何があるか、アメリカでは何があるか、日本ではどうなっているかみたいな、全体をまず見渡して、で記事をそれから興味のあるところから読んでいけるという利点が一つとしてはあると思うんですね。ケネディ大統領の Z の読み方ですね。あ、そうですか。新聞社に Z の読み方、こう、でないと大統領はもう朝から新聞いっぱいあるから、こう Z をこうタッタッタッとこう読むんですね。でいいとこだけ、興味のあるとこだけ、そういうこと今おっしゃられたように、それが一つあると思います。あと例え、
まあ、インターネットでいろんな情報が流されているとしても、うん、でやっぱりまあこれもこれから羅浮新報が大きく変わるっていうか、その方向に向かってもう全力疾走しなきゃいけないところなんですけれども、コミュニティ、ローカルを対象とした記事をどんどん入れていくということなんですね。でこれは他の新聞社はどこもやってないようなもの、自分たちだけの独自の記事というのをですね、やっぱりもっともっと盛り込んでいく。でそうすればプリントであろうが、そういうオンラインのページであろうが、羅浮新報でしか読めない記事っていうのがたくさんあるという印象を持ってもらったらですね、これはやっぱり購読の方にもつながるし、購読につながれば読者が増えれば広告を出そうと考えている方も、これだけの読者がいるんだったらじゃあ出してみようかという気になると思うんですね。やっぱり購読料にしてもそうだし、記事にしてもそうだし、広告にしてもそうなんですけれども、やっぱり一つ一体となっていかなきゃいけない。でそれをやっぱり原動力となるのがやっぱり商品としての新聞の内容だと思うんですね。だからおっしゃる通りです、長島さん。例えばローカルの日経3世か4世の子どもたちのサッカーゲームの詳しい報道は CBS、NBC 誰も報道してくれませんよね。だけど羅浮新報を開いたら写真があって、おじいちゃんおばあちゃんがその写真を持って、自分の孫の活躍ぶりが全部そこの記事として現れていたら、それはねもう何とも言えない。やっぱり今おっしゃられたのはローカルに根付いた新聞。そうですね、うん、もうそこに徹するというところからまず始めなきゃいけないと思いますね。素晴らしい、うん、はい。で今まで羅浮新報さんもそうでしたけれども、でもどっちかといえばアメリカのニュースやら日本のニュースも結構入ってましたよね。で、まあ、そういうニュースというのはやっぱり無視はできませんから、まあ確かに、はい、ある程度 のスペースを割いて、うん、もっとダイジェストにして世界のニュースなり日本のニュースなりというのを報道していくということになると思うんですね、うん、そういうふうにしたらどうかということなんですけども、うん、じゃあ今までの羅浮新報と反対に国際ニュース、日本のニュース、アメリカのニュースをこう、うん、まあちょっとこうコンパクトにして、うんうん、その代わりローカル、今まで反対ですよね、うんうん、ローカルは小さくなってて、そっちの方が大きい、今度反対にそっちをコンパクトにしてローカルのニュースはどん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 取り上げていくと。そうですね、まあ、日本語にしろ一面のトップ、日本語の方の一面のトップにローカルの話題をポーンと持ってくるという感じですね。いいですね、はい、長島さん、今度もやっぱり日本語と英語両方ですか？日本語と英語両方というのは前ほら日英両語の新聞紙羅浮新報さん、今もそうです、これからもそうですね。ありがとうございます。長島さん、来週もうちょっとお話しいただけますか？はい、今週どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうも。